どうもこんにちは、パラシュート部隊です。どうも。さあ今日はですね、パチンコパチスロあるある、よいしょ、根強いファンがいらっしゃるということで。そうですね、まあ、パチンコパチスロ系のやつは結構ね、伸びるんですよ。で前回結構重症の患者さんがいらっしゃったんで、あんまりだとちょっと心配になって、やっぱね、程よく遊びです。そうですね、はい、皆さんもね、20パチ目指して頑張っていただきたいなと、はい、お願いします。はい、じゃあまず最初、11今夜さん、パチンコを打ってる時に黒い球が打ち出されると入れと応援してしまう。たまにあるやつね。これは俺わかるな。たまにある金のやつとかね。あのね、普通銀なんですけど、たまに黒い、黒とか金とか出て、金とか出てくるんですよ。でこれは、まあ、もう最初はもうこっちから来るからさ、ここにあるやつが弾かれ て、まあこっちか、弾かれて、でそれが着火に入ったら当たるんじゃないか。そう、なんか原価継ぎで特別な球なんじゃないかな、原価という、もう根っからだよね。そんなわけないって分かってるけど、根っからなのよ。でも入れって思ってしまうもんね。2パチ。おお、ちょっと疑似連のサイラス、まあ、シンプルに2パチですね。ですね、はい、じゃあ行きましょう。続きまして、ザヤさん、街の騒音はうるさく感じるのに、パチ屋に入ったら家に帰ってきたんかっていうくらい落ち着く。もうね、これはちょっとなかなかですね。まあ工事とかでね、街屋をバン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 バイクとかねと思ってたら、パチンコ入った瞬間はもうそれ以上にうるさいのに、もう知らない人が言ったらもうめっちゃうるさいやろ、スケープとか入ったら。いや、そうよね。ね、全然もんね、だ帰ってきたなっていう感じになる。なんだったら昔なんてもうタバコも、今はタバコ吸わないけど、吸えないけど、もう黙々、もう本当スチームサウナの中おるんかっていうぐらい黙々で音うるさくていや、なんか来たなっていう感じになるよね。なんか俺はね、実家、ふるさと感あるもんね。あなたもお薬が必要な方かもしれないですけども。1パチ、2パチ、1連入った、2パチ。あ、惜しかったですね。おめでとうございます。まあ2パチ入りましたからね。はい、はい、じゃあ続きまして、レインボーマリアさん、ありがとうございます。ギャンブルで負けない方法、やらないこととドヤ顔で語るやつ。いや、それって逆に言うと勝てない方法でもあるよね。知ってた？ギャンブルでっていう前提なのに、やれへんとか前提無視してるやん。そもそもギャンブルやるもせんやつが、やりもせんやつが知った顔して偉そうに言うな。こっちは安定ぬくぬくした生活より生きるか死ぬかのひりついた生き方を選択しとんのじゃい。病院です。ホスピタルマーク、ホスピタルマークしてください。十字の、十字の。ダメですかこれ。あのもうあの全部あれですよね、置き換えちゃってますから。はい、ヒリヒリした生活っていうのはパチンコとかじゃないんですよ。そういう仕事とかで言ってほしいですよね。わ、まあ、かりますよ、私も気持ちわかるけども、まあレインボーさんのために周りからしたらもうやべえと思われてるよっていうことだけお伝えしておきましょう。わかりました。病院です。お薬で1パチ出してください。ありがとうございます、はい、お大事に、はいはい、続きまして、ゴドルさん、小さな穴の開いたドル箱に詰まった一玉をドル箱の裏から玉を叩いて取り出そうとする。わかります？こうドル箱でしょ、でパチンコ玉入ってます、でジャーって流すじゃないですか、で四隅にちょうど玉が入るぐらいのちっちゃい穴があるんですよ、ね、その一玉さえ逃したくないから、ポンっつって玉を出すっていう、まあ、当たり前のことですね。いや、あれ置いとくやついないでしょ。ああ、斎藤さんからしたら当たり前と、まあ、まあ別にこうで取れるけどね、まあまあガッと入ってるときこうトントントンすると、1パチ、あ、1パチ。ごめんなさい、ちょっと肘がなかった、ね、あんまり経験がないな。続きましてモッサさん、空を見上げたときに雲が流れていたら継続すると意味もなく思ってしまう。これ一時期さ、もう俺らも言ってなかった、これなんか空パッと空見て、ああ継続やな、わかる。あの北斗の拳でね、雲が後ろ動いてると、まあ北斗全盛期の時はもう雲を見た瞬間に思ってましたけど、懐かしいですね。懐かしい、あるあるは雲が動いてると連チャン確定なんです、ケンシロウ背景の、はい、これはね、もうそれとやっぱ色見たらその保留玉に見えるとか、そう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 、ありましたけど、まあ1パチ、お2パチ、いじれん、ザーン、わかる、ドドドーン。
いう背景ニパチ。あー惜しかった、ロンギヌス来なかった。ちょっと古いね。あーなるほど、まあ、最新のあるあるじゃないですよね。あーまあ懐かしのっていう、懐かしレトロあるあるね。なるほど、うん、わかりました。じゃあ続きまして大輝さん。はい。どこから金出てるんだろうって思う常連が結構な人数いる毎日いやでもどう見てもみなりはお金持ってなさそうな、めっちゃでもずっと毎日来てどっから金出てんのっていうっていう人がいる。確かにいる。1パチ、おどうだ、2パチ、無事入った、3パチ、おここからザーッ来たよ、ドドーン、ピピ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 ピヤマトの、これが波動砲なんですか、はい、あこれ波動砲なんですか。一度出ましたよね、くるくるって前。 あまり新しいエフェクトするとスキップに申し訳ないので。なるほど、手作りで。これも聞いたことあります。結構コンビニ経営してるとか駐車場やってるとか、うん、ああ聞いたことあるというか、まあ、常連でそういう人が多いから、まあね、並んでる時とか何の仕事してるんですか毎日来ててとか、うん、まあ、あと居酒屋の親父とか、ね、聞いちゃうんだ。聞いちゃうというか、もう仲いいから、今日ストーブ当たってる時に聞いちゃうのよ。今日ストーブでっかいですね、うん、どこで売ってんのっていう、うん、そうで、あのバーナーのやつで、こう気づかずずっとタバコ吸ってたら、あっちって言われて、あっちって地球ごと熱するつもりじゃねえかっていうぐらいの凶暴なやつ、マグマのような凶暴なやつね。ありますけどね。じゃあ続きまして馬場健太さん。はい。遠目でも分かるが急にビクッとして下を向く人や半立ちになり下を向く人は足に灰を落とした人。あ悪くないですね。これは分かる。あのね、マジ集中してね、ずっともう加えタバコでもうあのもう手使わない人もいるんですよ。もうね、そのバキの半間裕次郎、半間裕次郎が吸ったんじゃないかっていうぐらい、もう煙だけでこう、でもここ俺もあのね、行きつけのパチンコにいつもいるのも、もう汚いジジイがもう、ここもう灰だらけになってるんだからね。もうずっと、もしかも、もう、うん、何て言うの、エンドレスでタバコ吸ってね、いるいるいる、ほぼ空気より吸ってんじゃないのっていうぐらいずっと吸う。昔ゴッドに、ゴッドうちのおじさんがいたんだけど、大体もうあっつって、まあ、そのおじさんとかもうもうバンバンとかそう、ズボンとか落ちたらこうやって半立ちになってこうする。そうそうそう、これはありますね。僕も経験あります。なんか1パチ、おギジライで2パチ、3パチ、おこっから U 背景来て、サンパチー、これが当たるパターンもあるんですか。はい、まあ、背景自体はもう 46% なんで。あ、そうなんですね、はい、もう解析出てるんですね。はい、おなるほどですね。わかりました。じゃあ続きましてメタボリックアジアンさん。ほう。会社の同僚にスロ辞めたと豪語してそいつとパチ屋で出会いがち。わかるわ。これね、もうパチンカスロッターのもう引退宣言はもう嘘ですから、うんうん、嘘だね、うん、俺斎藤のマジで2万回ぐらい聞いてるからマジでもういかん引退するね、もう引退やペペちゃんごめん、うん、もういかんっつったその日に言ってたことあるからね、うん、その日の午後に午後1で負けて引退して夕方来てた。もうだから引退するっていうのをもう引退するとかっていう状態の時あったよね。トンチみたいな、うん、引退するとか言うから負けんじゃねえかとか、うん、パチンコの神様が、うん、合うんよな、合うね。石原って、ザ石原って僕の同級生のやつがパチンコやめますって言って、うん、もうもしもう見つけたら、うん、あの5万払います、うん、っていうので、あの目黒のパチンコ屋で、うん、石原がいるって目撃情報を入手して、うん、あの社会のお坊さん、そう、動画を持ってこう石原に、うん、トントンって叩いて、石原がこうやって言ったら、うわっはい、うわっなるほどねみたいなね、うん、1パチ2パチ、さあ来た、3、2パチで、うん、3、おお4番じゃない、ニパチ、あー残念、まあ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 よくある、ね、復活もないということですね。ラストいきましょうか、はい、ペコさんとスマイル。朝占いで1位になっただけで勝てると思い言ってしまう、負けが込むと3位でも言ってしまう、結局言ってしまう理由が欲しいんです。
うん、何か理由が、流れがね、行かなきゃいけないという理由が欲しいんですよ。あと今日1日やから、はい、まあワンダーでとかね、うん、なんかまあまあせっかくやしなみたいな。で、でも最下位12位、星座占いだと12位とかになっても、もうあ逆に12位は縁起いいよみたいな、うん、そうそうそう、逆にね、うん、反転するよ、紙一重やからみたいな、もう逆張りするよっていう、結局何位でも行くんです。3月やからまあ年度変わるし、まあ最後打ち納めするかみたいな、うん、4月やったらあ年度変わったし打ち始めするかみたいなね。だ理由を探す人種ですね、うん、行くのは確定してます、うん、俺なんて今ダイエットで行ってるもんね。え、あのパチンコしてる間はもう飯食わんでいい状態になるから、胃がシ ャ,、うん、あのシャットアウトするから、うん、まあそれもあるし、まあ、健康のために行っとくかみたいな。いやいや健康じゃないですか、健康あとでお薬出しておきますので、はい、何パチ、ニパチ。ああ、なるほど。はい、ということで、二十パチいってるかどうか、もしあのお暇な方いればあの数えていただいて、ね、それはもう大変全部見なきゃいけないんで、うんうん、まあまあ、まあ一人、はい、あの一テーマでどうするね、コメントも。コメントも、うん、うん、そうですね。うん、コメントに一個珠玉のあるあるを、はい、一つお願いします。あらしゃ、あらしゃ。チャンネル登録お願いします。